マスコミが赤っ端時、世論調査を外れ、自民党総裁選。先ほど、自民党総裁選挙の投開票が行われ、このように、菅義偉候補が圧勝し、自民党の総裁に選ばれました。2位は、岸田組雄候補、3位が、石破茂候補となっておりますが、これまで、マスコミの世論調査においては、菅候補、石破候補、岸田候補の順で、 人気があると報じられており、例えば共同通信の場合、菅義偉候補が50%、石破茂候補が30%、岸田文雄候補は8%程度の支持があると報じられておりましたが、まあ、実際には、岸田候補と石破候補を比べますと、岸田候補の方が人気があるという結果になりました。 まあこちら、自民党の総裁選挙でございますので、自民党の関係者のみが投票することとなり、広く世論調査を行ってもまあ意味がないというですね、結果が出ておりますが、このマスコミの世論調査の結果と自民党の総裁選挙の結果を比べますと、石破さんがですね、 おかしな野党の支持者から、まあ、かなり支持を集めているんじゃないかと思われます。まあ、マスコミはこういった世論調査を繰り返し、自民党総裁選挙に影響を与えようとしたんじゃないかと思われますが、まあ、そういった世論調査は全く意味がなく、このような 結果となりましたので、ぜひともマスコミの皆様には、今後、総裁選挙などにおいて、世論調査を実施する場合は、しっかりと自民党の関係者のみに、調査対象を絞っていただき、こういった世論調査を利用して、国民の皆様を惑わそうとしないように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。